こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑野正則です。今日の波動チャンネルではですね、女性が波動を強める方法に関してご質問いただいてますので、それについてお届けをします。読んできますね。はじめまして。あ、それとご質問ある方はですね、ご質問入力フォームが概要欄にありますので、ぜひそちらからご質問いただければと思います。はじめまして。波動を高めるということはよく耳にしていました。理解できる部分もありつつ、ふわふわとしすぎて嫌悪感を感じる場合もあり、ずっと疑問に思ってきました。それがつい最近桑野さんの動画を拝見し、波動には横軸強弱もあるというお話で、ずっと抱えてきた疑問がいろいろ紐解けて、とてもとても納得しながら桑野さんの動画を次から次へのと見まくっている最中です。その中で一つ疑問が出てきたのでご質問させていただきました。女性の波動を強める方法として、自分を愛することを最優先することを輝かせることとおっしゃられていますが、一般的に波動を高める方法と言われるものと同じように感じます。行動は同じでも、高めるときには感情、嬉しい、楽しいがフォーカスされ、強めるときには別のものがフォーカスされるのかなという印象を受けますが、実際にはどうなんでしょうか。周囲を見渡すと、女性でもおしゃれに気を使っている人より、小さな花くくりを積み重ねている人の方がうまく現実化していっているように見えます。これは男性社会の中なのでそう見えるだけなのでしょうか。女性が波動を強める方法、高める方法を少し整理して解説いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。まだ動画は拝見できていないので、もしすでにお話になられていたらご容赦くださいという。女性が波動を強める方法として、自分を愛すること、自分を最優先させてあげること、自分を輝かせることというね、それはこちらの波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中で書いているお話ですよね。147ページ。女性がエネルギーを出し波動を強くする方法として、自分を愛することを最優先させてあげること、自分が輝くことをしましょう。もちろんこれ波動を高める方法とも似ているものですが、まあ波動高いっていうのはおっしゃるように、嬉しい、楽しい、嬉しい、楽しい、まあそういうのもありますよね。ワクワク、あと他何が、品性を高める、ね、品を良くする、品性、品格、だから上品にしとくこと、あと言葉をきれいに、ね、きれいな言葉、美しい言葉を使う、そう、美しさですね。まあそういうの波動高いんですが、じゃあ波動強さってまあ何かで、自分を愛すること、最優先させること、自分を輝かせること、それの真意は何かというお話をしときます。で、まず、波動って、自分の波動は、体と心とエネルギー、この全部が相互作用し合って、波動の強さも高さも変わってきます。で、波動の強さの部分で、体、心、エネルギーの部分で波動の強さがどういうものが影響してるかっていうと、体に関してはですね、特に服装なんですよね。服装 で高価なものを身につけてると波動は強くなります。高価なものを身につけてると波動は強くなる。それはここに書いてますが、どこだっけな、形の部分に書いてるのかな、形のところで、身なり服装を整える140ページ、に書いてます。で、高価な身の140ページから、まあしばらくちょっとそういったことを書いてるんですが、効果の部分で、心の部分では信じる強さです。自分の存在意義を信じる強さ、自分の存在価値を信じる強さ、それを強くしていくと波動は強くなります。で、実は自分を愛すること最優先させてあげること、自分を輝かせることは、このエネルギーの部分の波動の強さに関係してくる話なんです。で、1冊目の本でも2冊目の本でも、女性は
男性よりもエネルギーが大きいというお話を書いてます。この本だったら女性は男性よりもエネルギーが大きいで、104ページですよね。エネルギーのフィールド、男性はこう手のひらぐらい、女性は手をいっぱい広げたぐらいの大きさがで、この実はこのエネルギーの大きさが波動の強さにも関係してきます。エネルギーが大きいほど波動は強いです。で、男性はそもそも波動エネルギーのフィールドが小さくて丹田が弱いですので、丹田を鍛えていくことで、そのために腹をくくることをいっぱいするといいですよということを、お伝えしています。それは、メンタルの部分での男性の波動の強さの鍛え方なんですけれども、これはある意味女性にも関係してきます。女性にも一緒ですが、女性も腹をくくればくくるほどエネルギーは大きくなるんですが、実は女性はですね、これだけ大きなエネルギーを持ってるんですが、そのエネルギーを小さくしてしまっています。小さく。で、多くの女性は自分を信じて、自分を世の中に分かち合っていくっていうことを本当はしたらいいんですけれども、多くの女性の潜在意識にある記憶の中に、自分を表現することであるとか、自分を最優先させることであるとか、自分が社会進出することであるとか、それにまつわるマイナスの記憶をいっぱい女性は持ってるんですよね。これちょっと僕はがっつり浄化とブロック外しのセミナーをやる中で、そのセミナーをやっていく中で分かってきたことですので、眉唾で思われる方も多いかなとは思うので、あんまり、動画ではお話しない話なんですが、多くの女性は自分を、小さく、自分のエネルギーを小さくしてしまう記憶を持ってます。まあ、その記憶がブロックなんですけれどもね。なので本来この大きさなんですが、自分で自分のエネルギーを小さくしてしまっています。で、自分を愛すること、自分を最優先させること、自分を輝かせることっていうことができないがために小さくなっているんですよ。だからそれをやることで本来の大きさに戻っていくもっと言うと、自分を愛すること、最優先させること、輝かせることができなかったがゆえに小さくなって、できなかったがゆえに小さくなっていってるので、それをやることで本来の大きさに戻っていく。なので、その愛すること、最優先させること、輝かせることをやれば、エネルギーが大きくなって波動が強くなっていくっていうロジックなんです。ただ、過去に自分を愛すること、最優先させること、輝かせることをできなかった記憶がありますので、この3つのことをやろうとすると現実にいろんな出来事が起こってきます。人から批判されたりとか、自分の調子悪くなったりとか、何かうまくいかなかったりとか、それなぜかっていうと、ブロック、エネルギーレベルのブロックが立ち上がってるからなので、それを超えていくか、そのブロックをブロック外しで外していくと、そういう出来事が起こらなくなって、エネルギーも本来の大きさに戻っていくっていうことがなってるんですよね。ただそのブロックの部分はちょっと、ほとんどもう感じないとわからない部分なので、 YouTube ではほとんどお話はしてないんですが、そういうものがあるんだなということを認識いただくといいかなと思います。で、それを超えていく超えていってブロックを外すことで、エネルギーが本来の大きさに戻っていく。そのためにやるといいのが、自分を愛することを最優先させてあげること、輝かせることなんだと思っといていただくといいかなと思います。で、やろうとするといろんな出来事が起こりますが、そこでそれでもやるって腹をくくると、やっぱり、波動は強くなりますのでね、そういう考え方をされるといいかなと。で、もちろん愛する、最優先させる、輝かせるってやると波動高い状態にもなりますので、一石二鳥ですよね。そういう感じで、その3つの女性が波動を高める、違う、強める、その3つの部分っていうのはそういう感じだと
を認識いただくといいかなと思います。ちょっと捉えどころのないお話ではあって説明もしづらいので、まあ、この動画も何回も見ていただくといいかなと思いますので、ぜひ何回か見て理解を深められるといいかなと思います。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で、この情報を必要としていらっしゃる方がいればぜひ、シェアをいただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。